そういえばちょっと前にさ、あのスマホのゲームでね、青鬼が出たんですよ。まあ青鬼新作がね、もう出ないかなと思ったんですけど、意外と出てね、結構嬉しかったな。僕めっちゃね、あの青鬼好きなんですけどね。はいどうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。もう冬休みももう終わりですよ。非常にですね、寂しいことではあるんですけれども、てか冬休みって短いよね。さて今回このコース、ライバルバトルっていうコース名だったんですよね。さてこれは2対2でいいのかな、どうなんだろうね。1対3でもいいってこと。あ、これどうすればいいのこれ。え、どうしようどうしよう、え、どうすればいいのこれ。待って、乗して乗して乗して、オッケーオッケーオッケー、一緒に行こう。で、ジャンプ。いや、このまま、いや、ちょ、なるほど、これ2対2でも多分あれだよ、よし、その今一緒にいるやつとさ、あの戦えみたいな、そんな感じでしょ。オッケーオッケーオッケー、で次一番こっちで、次こっちでしょ。ジャンプジャンプ、オッケー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 、いいねいいね。いや、キノピコだけには負けたくない。キノピコキノピコ、待って待って待って、キノピコ待って待って、ガッじゃなくてよし来た、よしよしよし、これ今一番でしょ。あのルイージとキノピオはね、結構争ってますね。多分仲が悪いんでしょう、ルイージとキノピオって。こっちはマリオとキノピコ、まあそんなにね仲が良くはないと思うんですけど、やっぱね、あのキノピオってあのマリオのこと尊敬してるみたいな、まあそういうとこあると思うんですよ。うわっ待って、尊敬してるなら、待って、尊敬してるでしょ多分。よし、オッケー、ダックジャンプ、よし来た。このまま右の浮き輪に乗っていきます。ビヨンビヨン、よし、このままもう勝てるよ、もう勝てますよ。じゃあ、はい、うわ、惜しい惜しい、はい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 、よしジャンプで、これは右の鍵を取れっていうパターン、これ結構きついな。はい、いけるか。じゃあこっちいける、ダーン、あぶねあぶね、この左行こう、よしで、右、うわー、キノピコが迫ってきてる。うわ、マジかよ、ブンブンいるのか、絶対追いつかれるわこれ。まあキノコ取っていきますね。いや、あんま意味ねえなこのキノコ。よし、オッケー、もう一丁、よし、はい、よし、逃げろ逃げろ逃げろ、早く右に早く右に、うわ、上と下どっち、どっちでもいいでしょう多分。ゴクゴクゴク、はい、やったぜあぶねえ、やった、これでゴールしますか。みんな TKG って知ってる？卵かけご飯。何言ってんだ俺は。まあまあまあ、そのね、卵かけご飯なんですけどね、まあ、その卵かけご飯、あの白身入れる人とさ、白身入れない人がいるのって知ってる？あのね、僕全く入れない派なんですよ。あの白身ってさ、まあちょっと待って、こんなこと言っていいのかわかんないんですけどね、まあごめんなさい、気を悪くしたらごめんなさい。白身ってさ、鼻水みたいなんだよねそう、白身を食べてしまうとね、なんか鼻水を食べてしまうちょっと感じになってしまうんですよね。だから僕ちょっと白身を食べれなくなってしまって、まあ一回そう思ってしまったら、まあみんなごめんね。だから白身なしでね、あの卵の黄身だけで、そしてね醤油をぶっかけて食うみたいな、これめっちゃ美味しいんよ。何言ってんだろうね俺は。そして僕ですね、あの実家に帰ってね、まあ、餅つきをしたんですよ。餅つき、石の臼とね、木のキネってわかるかな、餅を叩くあのハンマーみたいなやつあれでね、もうポン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 叩いてたら、もう体中がね、もう今痛くて痛くてね、もうめっちゃ疲れてるんですけどね。まあそんなことはどうでもよくて、でもね、そのあ、待って、ステ消えた、待って、ステもう一回、よし、オッケー、このままいきます。ルイージは、待って、ルイージは、ルイージ来てる、よし、オッケー、このまま上、よしよし、マリオ来てるね、でもスターの方が早いよ、オッケーあんま早くなかった、あんま早くなかったけど、もう一回ここスターありそうじゃないね。いや、ないか、マジか、絶対さっきと同じスターがあると思ったんだけどな。よし、で上上、うわ、マリオ抜かれた、ちょっと待って、いやマジか、ちょっと待って、うわー、これはもうすぐゴールがあるパターン、ちょっと、いや、これワンチャンあるよ、まだ勝てる、まだ勝てます、諦めません僕、はい、よし、いや、うまかったね今、ドッスンすり抜け、じゃあ、はい、うわあとちょっと、あとちょっとな、ちょっとこのデブってマリオ、いやいやいや、シンプルすぎてウケたわ。なるほど、バネのコースか。でもさ、これバネに乗らんでこのまま行った方がいいみたいな感じじゃない？待って、やっぱそう来るよね。オッケーオッケーオッケー。で、ジャンプ。いやー、ちょっと待って。な、怖い怖い。この人怖い。この人怖い。よし。じゃあ、危ねえ。うわー、
バネと一緒に。いやいやいや、ノコノコは怖いって。さあ、あのノコノコに気をつけていこう。ナイトネフィッシュって書いてました。なんか夜の魚まあみたいな感じですよね。オッケー、最初のキノコは熱いよ多分。魚、なるほど、このプクプクね、魚ってあの骨の生えたさ、あの魚と思ってた。ちょっと名前わからないんですけどね、名前忘れましたけど、あの骨のカロンが泳ぐやつみたいな、あのフィッシュボーンだったっけ。ちょっと危ねえ。やられるかと思った。よし、じゃあこのまま青リフトに乗っていきますかね。よし、待って、プクプクが出てくるのか、このキラーからも。結構危ないな。そしてこれは落ちれないね、落ちれない。このまま右に渡っていきます。よし、オッケー、ジャンプ、いいね。このドアに入って、そして次はこれはキノコか。うわ、このカロンはきつい。なるほど、ルイージ行ってんのか。よし、こんな感じでいく。よし、オッケーオッケーオッケー。ルイージが先におる場合、これは、え、ルイージなんか猫かなんかじゃなかった今。え、違う、でもルイージそんなに遠くないね、そんなに遠くないと思うんだよな。だから僕当たっていいんで、どんどん行きますね。待って、まずいまずいまずい、ほっほっほっ。怖い、待って待って、これ怖いって。ちょっと待って、どうしようどうしよう。はいはい、いや、うまい。いや、出すぎでしょこれ。さっきの出すぎのところ、あのキノコとかないとね、マジできついからね。このまま行きたいと思います。今日もですね、コメントをちょっと返していきたいんですけれども、まあ、少し前にですね、こんなコメントがありました。ピオキングさんとマリオメーカーしたいから、あのスイッチ買ってもらったらしいんですよね。多分ね、お父さんかお母さんに買ってもらったと思うんですよ。で、そのスイッチを買ってね、今ミンバトやってるんですけど、やっぱね、あの C 隊しかね、いけないらしいんですよ。で、その C 隊しかいけないから、あのピオキングさんと戦えないってね、あのコメントがあったんですよ。まあそれはね、結構辛口になるんですけれども、まあ、ぶっちゃけめっちゃ辛口になるんですけど、やっぱ頑張ってもらうしかないんですよね。ランクがですね、 S 以上ないとなかなか当たることができないんでですね、そこはですね、やっぱやり続けて、あの上手くなって、いつか僕と当たることを楽しみに待ってます。さて、次のコース、桜スノー、めっちゃ可愛いね。まあ、冬に咲く桜みたいな、まあ、そんなんあったらめっちゃかっこいいよね。なんか夜桜みたいな。ね、あの男の子はね、多分夜桜とかそういう感じの言葉好きだと思うんですよ。さあ、これはキノコ取っていきます。僕ミスったんで、もうキノコ取っていきますね。で、この亀吉を持っていきます。はい、うわぁ、投げれてない。全然投げれてなかった。今ね、投げれたと思ったんだけどな。まあ、これ一本道コースっぽいな。このまま渡っていきますか。多分ドカーンとかないね。多分、おら、やられた？あ、いや、土管とかあるっぽいね。あ、やっぱそうじゃん。みんないなくなったからね、あの土管あると思ったんですけどね。これで大きくなれるかな。やった、これ植えた。よし、で、このまま右に渡っていきます。よし、キノピオ抜きました。これで今3位だね。ごめん、キノピオ、たまたま今狙ってないよ。マジで狙ってないから。キノピオ当たりすぎじゃない？ちょっとね、めっちゃ当たりすぎじゃない？よし、オッケーオッケー。ルイージ早いな。ルイージ多分独走状態。はっ、うわ、このままゴールがもうありそうね。多分もうゴールあると思います。やばい、下が見えない、マジで見えない。オープン、意味ねえ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。